前日の反対側、これ綺麗になったね。反対側の方が、結構大仁田選手って感じですね。頭が深くえぐれてますので、まあやることは一つ、埋めることですね。そう、とりあえずささくれがねある部分は全部寝かして、先日ですね、あのお問い合わせいただいたこの接着剤が、なんて言うんですか、上手に固まらないんですけど、どうしたらいいですかっていうお問い合わせがあったんですけど、接着剤は割と薄めにつけて何度も何度も重ねるって感じですかね。たくさん塗っちゃうと、そのヤスリでこうやってぐるぐるって回して乾かすんですけど、はみ出しちゃうんで、で、まあ範囲がね結構大きくなったりとか、今見てる靴みたいな範囲だったら大きく大きくやらないとダメなんですけど、小さい範囲であれば、なんていうんですか、あの一回で埋まろうと埋めようと思わず何回も何回もやってみてください。シャビシャビのね、あの接着剤だと本当に 1,2 回じゃ埋まらないので、何度も何度もやってみ、その時に何度も何度もやってると範囲が大きくなってっちゃうの、それだけ気をつけて、あのヤスリのなんていうんですか、四角にもし切ったら角っことかで、これ以上はヤスリを当てないよっていう感じでくる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 回してもらうと、まあいい感じになるんじゃないかなとは思うんですけど、あんまり範囲を広げるとねいいことないので、この状態をちょっとお客様に見せれないですね。今どんな感じですか、まあこれは瞬間的な映像なんですけど、今どんな感じですかって言われて、今写真送りますって言ってこれが来たらもうちょっとドン引きじゃないですか。なんか納豆みたいな糸引いてるしね、えちょっとなんか範囲が広くなってるんじゃないですかっていう風にもなりかねないんですけど、まあ元がね結構深い傷がガリガリってついてたので、あれ自体がなくなるといいなとは思うんですけどね。この途中経過はちょっとショック受けちゃいますよね。戻るんかなとか思うんじゃないですか。大丈夫です、元には戻せます。悪い風には、悪い風というかね、最初の状態には戻せるので、ただですね、もうこれねだん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 埋まってきてるんですよ。そう、だん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 埋まってきて、あの前回あのコメントいただいたんですけど、あのちょっとここら辺がボコボコになっちゃったかなとか言ってあったんですけど、なんかそれがその靴の雰囲気っぽくていいですよっていう意見をいただいたので、とてもあの救われますね。まあ、あのある程度そこら辺は考えてるんですね。例えばインソールの痛みだったりとか、まあこのつま先っていうのは芯が入ってるからね、ある程度つるっとはなってると思うんですけど、クラックがあったりとか、なんか色の変色があったりするようであれば、それ相応のなんかアンチエイジングじゃないですけど、それアンチエイジングをしないというかね、それなりの靴の雰囲気っていうのがとてもね大事になってくると思うんで、とてもいいあのお褒めの言葉として捉えさせてもらったんですけど、最初言ったみたいにこれは結構範囲を大きく取ってますね。大きく、でもここまでの傷はね結構深いですよ。深い傷ほどやりやすいんですけど、まあなんとなく足にも足ごたえというんですかね、カリカリってあったでしょうね。まあなんかうちはね、あのこうやってシミ抜きとか、まあ、この傷もそうですけど、そういったゴイラがとても多いので、でもあのねやっぱり靴って足を守ってる道具だと思うので、それをねあの足を守ってくれた後にはそうやってじゃあちょっと大切にしてあげようかなって、そういう風で依頼してくれてるのは本当にありがたいことですね。本当に、ね、小さい傷とかもあるんですよ。ここ直すんですかとか、本当に小さすぎると、今度の動画でねちょっと上がると思うんですけど、あんまり小さいとねやらない方がいい時もあるんですよ。やらないやれない、まあどっちもなんですけどね。でもここまで大味だとね、あのやりがいがありますよ。なんかね、あの最初がちょっと残念で言ったらですけど難しいと、あとがね
いいことしかないので、しばらくこれね見てってください。結構範囲が大きいんですけど、どん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 やってる範囲が小さくなってきます。どちらかを決めにかかってるんですよ。まあ、真ん中の長い線があって、ちょっと離れたところにこのいわゆる10時の方向にポツンと傷があって、まあ6時とか5時の方向に傷があるって感じなんですけど、大体もう焦点がね絞られたって感じですよね、うん、大きく2つの傷になってます。大きく分けて2つの傷、こうすることによってね作業がしやすくなるっていうね。何個か何個かでもね、これやり続けて気づいたんですけど、最初全然分かんなかった。そこの線傷分かります？ほんとど真ん中にある線傷、これ気づかなかったんですよ。傷に気づかなかったんですね。なんか綺麗になってくると見えてくるものあるっていつも言ってるんですけど、見えてきましたね。これこの状態の時に気づいたんですよ。ん？と思って、粉が大体穴ぼこが開いてたりすると粉かけたら分かるんですけど、もう明確にあれ？そこそこそう、こんなとこに綺麗な傷があったんですよね、スパーンと、うん、これちなみに傷消し1箇所で取ってます。まあ2箇所で分ける時もあるんですけど、これは傷消し1箇所で取ってるはずです。なぜならちょっと大きくやるので、うん、いいですね。これ皆さんどうなんですかね。これ割とね難易度が高い低いっていうのはあると思うんですけど、こういうのって静かに見たいもんなんですかね。実際これ喋りながら最初やろうと思って、これアフレコで撮ってるんですけど、喋りながらやろうとするとちょっとまあ、お客様見えたりして途中で止めてたりとか、多少画像変わってるとかそういうのあると思うんですけど、限りなくノーカットでやりたいので、喋ってるとちょっともっと時間かかっちゃうっていうのがあるので、ちなみにこれ撮影しなかったらもっと早くできると思いますよ。言い訳ですけどね、カメラを抱え込んでこれ作業してるので。でもこれが一番見やすいんじゃないか。あとはこのアフレコはいるかいらないかですよね。静かに見たいなーなのか、その今言ってることがちょっと役に立ってるようであればまあ嬉しいんですけど、よくあるじゃないですか、なんとかね、まあ、そういうのあるんで。でもこれあんまり音出てないと思うんですよ。削ってるシュシュシュって今ヤスリのね擦ってる音とか、まあ物が落ちた音とか、うん、なんか真っ白白になってきましたね。真っ白白になってきたら平らになってきた合図ですよ。うん、その部分がねやっぱりちょっと漏れちゃいましたね、うん、必要以上に漏れちゃったので、ちょっと整えるのに時間がかかりそうだなっていうのはこの時間でこの時に分かりましたね。まあ、結論言うとこれは漏らなくてよかったかなっていう、柔らかいボンドを使う必要があったかどうかっていうのがポイントですね。盛りすぎちゃったので。でもこの靴結構ワックスがねビカビカに仕上げてあったんで、もともとは本当に多分傷自体はね分からんくなると思うんですけど、分からんくなるっていうのは表現ですね、分からなくなると思うんですけど。あ、こんにちは。ヤスリもね今日320番のヤスリをちょっと買おうかなと思ったんですけど、時間がギリギリだったので買えなかったんですけどね。やっぱり320番多く、600番とかはちょっと使わなくなってきちゃいましたね。粉ヤスリ今結構使ってるんで、320番のヤスリが削れなくなったところに1000番の粉ヤスリ、白いやつですね、やればまあそれなりに整うので、うん。あと柔らかいボンド、あれね、柔らかいボンドっていいんだろうな、色がついてるんですよ、黄色っぽい色が。あれが最終的に固まるとそうやって白くなっちゃうんで、そこはね色がなかなか入りづらいですね。入るにはちょっと工夫がいるんですけど、うん、なんか今度透明なボンドでね柔らかいやつをあればそれの方が色が入ると思うんで試してみたいとは思います。じゃあ一回このまま
続きを見ててください。さあ帰ってきましたよ。今どんな感じですか？どんな感じですか？あ、クリーム塗ってたんですね。ブラッシングカシャ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 。皆さんご覧いただけましたでしょうかね。結局は同じことを何度も何度もやってるんですよ。たくさんの量じゃなくて少ない量を何度も何度も重ねていくことによって加減ができたりいい塩梅になったりするので、そしてクリーム塗ってブラッシング塗った感じがこちらですね。出来栄えいかがでしょうか？うん、それなりの雰囲気って感じで、ちょっと上の部分のボツボツが気になりますね。あれは何でしょう、接着剤が飛んじゃったかな。ちょっと頭を取っていきますね。で整えるためにブラッシング、ブラッシング。そう、少
ない量ね積み重ねることによって戻ることもできるし進むこともできるので、こんな感じです。まあパッと見最初のね傷のことを考えれば十分じゃないでしょうか。多少のへこみとかそういうのはあるんで、あそこはありますね。うん、ここでも縦のざっくりとした円とっくに消えちゃいましたね。うん、とても綺麗に仕上がったのではないでしょうか。うん、最初のやつをね比べると、あとね小刃もねこれ途中で塗ったので、なんか上が綺麗にならないと小刃塗りたがるって、小刃塗りがちみたいな感じ、こんな感じですね。元がこうだったのでこれは喜んでもらえるんじゃないかと思ってますので、また挑戦者お待ちしております。気に入った方はチャンネル登録等よろしくお願いします。